皆さん、こんにちは。この動画を見ることで、世の中にある様々な種類の投資、中には、ちょっと、んって思ったり、あ、これはいいねと思ったような投資について、より的確な判断をすることができるようになります。今回は、初めてこのチャンネルを訪れる人がびっくりしないように、まずはチャンネルの説明から始めたいと考えています。 このチャンネルは独自の調査、独自の取材から投資判断に役立つ情報をお届けをしています。今回は総力取材、氷回り40%のトランクルーム投資の営業の真実というのをお届けをします。これまでに一番コストをかけて作った動画になります。実は先々週なんですけれども、一度動画を公開したんですけれども、 取材先からですね、オタクは詐欺ではないですかという問い合わせの電話がかかってきたという知らせを私受けまして、動画は一度削除して取り下げていますで。この動画を見ている視聴者様、絶対にそのような迷惑な電話をかけてはいけません。これはお約束になります。次に本編に入る前に、この動画を作るまでの経緯について少しご説明をしましょう。 ある日ある時、このチャンネルのメールボックスにトランクルーム投資を紹介してほしいとの依頼が届きました。それがこちらになりますけれども、弊社はトランクルームなど不動産投資商品を取り扱っている会社でございます。本日は YouTube チャンネルを拝見させていただき、私の YouTube チャンネルを見たということですね。弊社が提供しているトランクルーム投資商品をご紹介いただけないかと思い、ご連絡させていただきました。 このように書いてあります。えそして、私はこれに対して返答してるんですよね。お問い合わせありがとうございます。動画の概要欄に記載しておりますが、怪しい投資と思っている視聴者様が多いので、視聴者様の判断に役に立つよう、打ち合わせや私に営業していただいて、質問の受け答えの様子を録画して視聴者様に公開する方法で対応することは可能ですが、いかがしましょうかと。 ご検討ください。このように返答をしております。そして、以前おっしゃられておりました、打ち合わせや私に、私って私ですね、営業していただいて質問の受け答えの様子を録画して視聴者様に公開する方法での撮影で進めさせていただきたく存じます。このように来ております。そして、動画の撮影が終わりまして、その後でメールがやってきたんですね。 とても有意義な時間を過ごさせていただきましたと。このように感謝のお手紙をいただいております。そして動画を公開した後に来たメールになります。今回の動画は広告ではありませんので、弊社のことをよく話す必要はありませんが、すでに詐欺じゃないかという問い合わせが来ており、大変迷惑をしております。複数の弁護士の先生に以前アップした動画を見ていただいております。 この動画は今話しているこの今のこの部分も含めて視聴者様は誤解しないようにお願いをします。そしてこの会社の要望通りなんですけども社員の名前、風貌、資料、これはわからないようにしてやります。それから迷惑な電話がかかってきたということですので会社の名前、一部のやり取り、削除または差し替えを行っています。 そして検討の結果、以前公開した動画を少し修正をしてお届けをすることにいたしました。一応公開の確認は打ち合わせ中にも都度とっていますので、おまけとして付け加えておきたいと思います。それでは今の話を念頭に本編をご覧ください。しかし皆さん、今回この内容でもいいというとても主償な方がいらっしゃったのでご紹介をすることにしました。 あちなみに、この案件というのは、報酬の提案がありましたが、こちらで私は逆に提案をして、まあ、事実上お断りをしています。だから、これは企業案件ではないということでお話をします。従って、トランクルーム投資の真実によりとことん迫ることができると思います。あ、自己紹介が遅れました。 私は東京大学医学部卒業なのに、なぜか不動産鑑定士で一級建築士をやっています。しかも縁あって不動産の世界に足を踏み入れて、いろんな不動産といろんな人生をこれまで見てきました。まあそうですね、サラリーマンを昔やってたんですけども、その時は、 経営企画という、いわゆるこう社長直属のこう定型的じゃない仕事を、えー、長く担当しておりまして、例えば会社に舞い込む様々な投資、中ににみたいなのもあったかもしれませんけども、そういう話を聞いてきました。まあ、よく覚えているのは、例えばですね、次世代の割り箸製造機というものを作るので投資をしませんかっていう話とか、あるいはビデオボックス、 えっと、ビジネスホテルか何かに泊まると、必ずあのビデオボックス優先放送のセットトップボックスっていうんですかね。ああいうのがあると思うんですけども、いろんなあの映画とか見ることができるやつ。で、ああいうものを、えー、とりあえず買って、えー、それで儲けませんかと。まあ、そんなものだったりとか。まあ、これはですね、えー、気まがいかなと思えるような話。 が多かったかなというふうに思いますけども、まあそんだこんだで今までこう不動産の市場をずっと見てきまして、書籍にコラムに YouTube に情報発信をしています。この動画は今話題の氷回り投資。YouTuber でもこんな風に紹介されている方がいらっしゃる。あ、これはですね、おそらく私は全部 権だと思います企業様からお金をもらって動画を作ってるのかななんていう風に私は勝手に想像したりしますけどもでも真実はわかりませんとで一方でこんな動画もありますよね失敗談ゼロからトランクルーム投資を始めて大失敗それから独自トランクルーム投資詐欺約100人が8億円以上出資かと 明日集団提訴へ、みたいな、まあ、そんなトランクルーム投資について、まあ、実際に私ここの場所で、ズームのテレビ会議システムというのを使って営業していただきましたので、その様子を交えて今回ご覧いただきたいと思います。さあ、これが本当の氷回り投資なのか、あるいはただの投資なのかと。 判断できるようにこの動画を見ればなるんじゃないかなと。逆に最後までこの動画を見ないと、結局誤解したままで終わる可能性が高いと思います。まあ最後に大どんでん返しみたいのがありますので、一つご覧いただければと思います。今回のトランクルーム投資というのは、土地はいらないんですね。土地持ってなくてもいいです。客付け、いわゆるそのトランクルーム開業したらお客さんトランクルームの契約者、この人も探す必要はありません。 したがって、広告をする必要もないし、ポスティングもする必要はありませんと。で、それから、面倒な管理。例えば、入退去の管理とか、あるいは清掃とか、まあ、そんなものですね。まあ、そういったのもいりません。それから、表面利回りで、なんと40%を超えると。え、ネットの利回り、あの、いろんな経費を差し引いた後の実質の利回りでも17、17%以上あります。100万円からスタートすることができます。 皆さんもですね、え、ニーに除菌しようと思ったお金が多分ここにあったとしたら、いや、それこっちの方がいいんじゃないのっていうふうにひょっとしたら思うかもしれない。その判断になると思います。下手な株式投資よりも、下手なリートの投資よりも、もう全然利回りはいいでしょう。そして今回提案された動画制作の報酬。 皆さん聞きたいと思うので、もうお話をしましょう。私はとりあえず断ったんですけれども、先方の提案では、まず動画を作って、トランクルーム投資というのを紹介すると、1万円いただけると。それに加えて、プラスして、概要欄に指定されたアフィリエイトリンクを貼って、そこをクリックして制約したお客様がもしいたとしたら、その一人の制約につき、 10万円いただけると。まあ、動画1本で10万円プラスアフィリエイト送客といえばいいですかね。これで制約報酬が1件10万円と。で、10人制約をすればですね、なんと合計10万円も手に入ると。まあ、そんな提案をですね、実は私蹴飛ばしてこの動画を作っています。おそらく世の中の 99.9999% 99 99のユーチューバーの人がもしこの動画のこの瞬間のことを聞いたらですね、画面の向こうで多分、唖然と呆れてるんじゃないかなと。私にはその様子がですね、画面越しにも手に取るようにわかる。そんな状況だと思います。では実際にその生々しいやり取りをご覧いただきたいと思います。そうですね。なんかそういう風にメールが書いてありましたけども、 今回の場合には、まあ、とりあえずこういうふうにお話をお伺いをして、えー、と動画は作るつもりで、えー、いましてでただしどんんなな動画がでできるかはかはわらないんですよ。<laughs> つまり <laughs> あのそちら様の宣伝のためにこう作るんじゃなくてこういうふうな投資案件があって多分視聴者の人はこれは本当に投資として大丈夫なのかっていう疑問からスタートしてると思うんですよね。 うんはい、も私もあの必ずしもそのトランクルームというものにまあそれ詳しいわけでもないしだからこういう打ち合わせでなるほどこれはいい投資だっていうふうに思うかもしれないしやっぱり怪しいねっていう話かもしれないしまあそういうそこはちょっとわからないので,で極論言うとお客様の宣伝のためになるかどうかがわからないんですよ。 天然、ね、のためだって言うんだったらそれはもうトランクルームは素晴らしくてこんなに儲かってこんなにいい話ができるんだっていう話をまあ多分できると思うんですけどまあそれだったらあの報酬はえいただく分にはまあもらうとは思うんですけど。 今回はでも私が視聴者様になりかわって世の中の多くの視聴者様というのはトランクルームって大丈夫なのみたいな、えー、それはコインランドリーとどう違うのみたいな、まあ、そんなところからスタートしている人に、えー、実際にトランクルームの営業の人がこう説明していただいて、まあ、それで納得するのかあるいはやっぱり怪しいねっていう話になるのか、まあ、そこは分からないので出来上がったものを見てそれでいいと思えば払ってもらっているのどうですかね <laughs> そうあ、じゃあ、あのひとまずその、まあ、動画は公開、まあその撮影、撮影というか、こういったズームで撮影,撮影というかでその、それを動画にするような感じで考えられてます。ああもう録まあ、こっちのほうであの、えー、勝手に録画、まあ、勝手というか、録画はしてますので。はい さて、このチャンネルの視聴者様というのは、どちらかというと、不動産投資とか、あるいは株式投資、一般的に投資っていうものに興味がある方が多いと思います。最近では、株も、それから債券も、ビットコインも、日経平均も、S、S&P500 も、利益を出すのが、きっと難しい状況ではないかなと思います。今年には入って、 で、そういったもので利益を出してるっていうのは、ひょっとしたら私とじっちゃまくらいしかいないんじゃないのかなっていうふうに、まあそのくらいに思うくらいだと思います。で次に、トランクルーム投資の仕組みについて、これからご説明をします。トランクルームというのは、おそらく多くの方ご存知だと思いますけれども、一応ご説明をしますと、個人や企業で当面使わないもの、まあ荷物ですね。 そういったものを収納する小さな貸し倉庫、あるいはイメージ的には貸しロッカーみたいな感じ、そういったものを言います。個人だったら、例えば季節物の洋服、あるいは使わなくなったけれども、思い出のある音楽、楽器、ギターとか、あるいはアルバムなんていうのもあるかもしれないですね。企業だったら、契約書だったり、過去の帳簿だったり、保管庫のニーズというのは、どこにでもあります。特に、 地価の高い、あるいは賃料も高い都心。どうしても住居スペースもオフィスのスペースも面積が小さくなる傾向があります。使わないものをしまうためのトランクルームのニーズというのは、まあ、そういったところでは特に高いと。ちなみにトランクルームだったら一区画いくらで貸すんですけども、これを床面積で大体換算することができます。 東京だったら場所によりけれというふうに私聞きましたけども、例えば港区とか千代田区とか中央区なんていう、まあそういう住所がいいところ、1平米あたりで直すとトランクルームにすると月2万円の収入があります。まあそれから葛飾とか板橋とか、まあ山手線のずっと外側、え、なんて言えばいいですかね、周辺部と言えばいいですかね。まあそういったところだったら月1万2000円ほどの収入になります。 で面積あたりに直すと、これはオフィスと比べてトランクルームというのは、ざっと3倍ほどの収益性の向上が見込めます。 今回のトランクルーム投資というのは、まあ、この点に注目して、例えばトランクルームになりそうな物件を仕入れてきて、それをトランクルームに仕立て上げる、まあ、開発をして、それから利用者を募集して、それから管理を行うと。そういうことをこの会社が行いながら、投資家を募って収益性を上げつつ、投資商品として仕上げていく。 まあ実はトランクルーム投資をこうゼロから始めようという方も多分聞いてらっしゃる方でいらっしゃるかもしれないんですけども、まあそれにはですね、一つウィークポイント、弱点みたいのがあるんですよね。それはオープンした後で区画、ロッカーが全部埋まるまでに、場所にも当然よりますけれども、だいたい平均して1年2年かかる少し足の長い話になります。 これは動画の後の方で実はまた出てきますので、これは一つ覚えていただければと思います。この会社では地価が高くて面積が小さいと。まあそれだけ収益性が見込めると。まあそういったというところに集中して特化していまして、トランクルームを開発している。まあそういうところなんですけども、投資家になるためには別に,に住んでる必要はないし、に土地を持っている必要もないと。にアパートとか店舗とかそういうものを持っているという必要もないです。 さらに投資としての仕組みというのをもう少し説明すると、こんな感じになります。まず一つ目は、この会社が開発したトランクルームというものを、だたい4区画か5区画くらいに分割をしていきます。そして、会員ページ、投資家向けの会員ページで、その案件の概要を公開をして、それから申し込みを受け付けると。この申し込みは早いもの勝ちだそうです。そして、1万円から 万円くらいののの、まあ、投資資最初の資金ですかねこれを支払う。これはいわゆる、いわゆる営業権みたいな、まあ、そんな感じですかね。まあ、権利金と言ってもいいかもしれませんけども、その対価になると。まあ、それで、投資家をこう募集して、まあ、私はこの部分の、このトランクルームの、この部分のオーナーですよ、みたいな感じで営業が開始されると。と、まあ、ややこしいことを言うんですけども、投資家が共同で一つのトランクルームを運営すると。 こういうものではない。手短に言うと、特命組合趣旨ではない。一つのトランクルームを区分けして、その区分された部分を投資として収益を上げる。そしてこの100円から。 100万円の初期費用と言いましたけども、実はこれですね、なんと経費処理が全額できる。こちらのようにですね、これを3分割して1万円ずつにして、その年にそれぞれの名目で経費処理できる。ただし本当にできるかどうかっていうのは、最終的には税務署に聞いていただくか、税理士に聞いていただくということにはなると思います。まあそういうふうにもおっしゃってました。毎月の収入と 毎月の支出については、まあ、この表のように、まあ、あのスマートフォンでこう会員サイトをログインして見ることができるようになっていますで。これは実際のトランクルームの生のデータということだそうです。まあ、収入としては利用者からの利用料と。とそこから経費というものを差し引いて、まあ、その残りが投資家に振り込まれるで。まずこの会社からスペースを借りるための 点賃料ですね。点貸借賃料。まあ、これが差し引かれることになります。そして、管理費と光熱費と清掃費。まあ、これは毎月毎月定額になると。それから火災保険料があるんですけども、まあ、説明私聞いたんですけども、まあ、あまりよくわかんなかったので、金額がそんなに小さいので、まあ、誤差の範囲かなということにしておきましょうかと。そして、先ほどトランクルームの開業1年目は、空室が埋まらない、稼働率が低いと。 いう話を私申し上げたんですけども、この会社では開業1年間は固定費部分、この清掃費と光熱費と、それから管理費ですね、これをなんとゼロにしてくれると。そしてこの表のように年間の収入は599万円。これは早稲田にあるトランクルームの実際の数字だそうです。そして支出は354万円になります。 差し引き254万円のキャッシュフローが1年間で生まれるで。投資家一人当たりにこう直すと、実に利回り、ネットの利回りで17.97%になります。投資家はこれをですね、毎年毎年の確定申告で、不動産所得で確定申告すると。雑所得ではないと。ある程度経費を乗せて、 確定申告することができるかもしれない、まあ、もちろん合法的な範囲で,でもし投資をやめたいんですと。やめたいって人はあまりいないそうなんですけども、まあそれでも様々な理由で、この投資をもうやめたいんですと。いう場合には、この持っている最初に買った営業権で、この権利をですね、他の会員の人に個別に売却をすると。で、その金額、まあ大体、えー、買った値段の半分から、あるいは場合によっては1.2倍くらい。 その間で個別に取引をすると。この営業権を誰かが引き継ぐと。以前昔紹介をした不動産クラウドファンディングのように、もう投資の出口、解約の方法、これが全くないというわけではない。なかなかよくできてるなというふうに思います。いかがでしょうかね。私もう一通り聞いたことをお話ししたんですけども、初期費用は全額経費にできると。それから手間がいらないと。と それが安定の氷回り。それがきちんとした解約の方法、出口もあると。まあ、まさにいいことづくめになるかなというふうに私は思いましたので、私もですね、営業の方の話を聞いて、こんなふうに最後は話をしていたということになります。そうですね。<laughs> あすね今はあのおかげさまで。はい、おかげさまでそうだ、そうだと。早いもんの順か。はい、そうだね。<laughs> 今の話を聞いてみると、そんなに資格はなさそうな感じはするし、はい、下手な不動産、えー、ふたへ下手な大家さんするよりも、まあ、全然ひま回りもいいだろうし、はいまあ経費というか、まあ、税金の申告の面でも、まあ、そんなに、はいえー、そんなに困ることもなさそうだし、はいなるほどね。うーん 分かったななんとなく、はいえー、分かりましたよ。まあ私は大体そのこういうのは怪しいというところから入ってまあ、大体視聴の人もそういうところから入るとは思うんですけどまあ今聞いた話でいくと特段資格はなさそうな感じだね。はいわ、はいはい、かりました。でこの、はい、エントリーフォームにエントリーしたければいいんだ。 そうですね。あとは、あの、ご面談もできます。あの、これ同じようなの中で、ズームだったりとか、お電話で、あの、はい、詳しくお話もできるので。はい。えそう言わるの言い訳でも、あの、送ってますあ。送ります。この後送ります。なるほど。じゃあ、私が登録してもいいってこと、ね、あもちろんでごんいます。別にい <laughs> LINE の続けるだけでば、あの、はい。<laughs> <laughs> うん。わかりました。はい、はい。いや、すごい怪しいものかなと思ってたんですけど、 まあ、リスクうは、補<あー> <laughs> 障ではないし、はい、空室リスクもあるんだけど、その辺のことが、なんとなく分かる人であれば、まあ、はい、いいんじゃないの、悪くはないような印象ではありますね、ありがとうございます。これ,これだったら、私も登録して、なんか応募しようかと思うくらいの感じですよね。 はい、じゃあ今の話でどうしますかねすだからこれをそのまま1から10まで流すっていうのはまあ私はあんまりこう、はい、えちょっと動画としてはあの間延びしそうな感じがするので他の人はどうしてるかわからないんですけど、はい、まああのこういうのがあるという感じでその中のうん1カット2カットくらいでこういただいた動画とか 動画というかいただいたその資料とかを出すような感じで、はい、まあ作ってみましょうという感じですかね。はい、のてかいたあの、ええー、まあそっちの方で見ていただければと、はい、思いますので。はい。まあうちは、あの、あくまでも視聴者が、 え視聴者のまあこの手に対する疑問というのは日頃コメントとかで大体分かってはいるのでえそれに対してどうかという動画を作るという観点でやるのではいひょっとしたら後で「いやここはね」みたいな話をするかもしれないしまあそれは分かりませんけどまああの一応今のような話で大体分かりましたのでということで見た感じその悪くはないという感じですかね。 ありがとうございます。はい。はい。したら、えー、とっと、じゃあメールの方で、先ほど言ってた、一応あの、まあも、もしあの、報告宣伝みたいな感じにしないっていう話も、ま、先ほどあったので、あの、判断は、あの、お任せするんですけど、はい、一応あの、LINE の、まあ、通ること、ここからできるよっていう、まあ、URL だったりとか、あとはエントリーのフォームの URL と、面談の予約フォーム、 みたいなものは一応送りさせていただきますね。はい。まあ、それを、まあ、あの、概要欄に掲載する次第は、あの、お任せしますけど。はい。ちょっと聞きたいんだけど。はい。はい、えっと、もう今すぐ会員登録して、近くの無人君に行って、まあ、借りてきて、もう案件に応募したいなっていう気持ちになったまあ、そういう気分だったんですけども。しかしですね、私、不覚にも、一つだけ聞き忘れた質問があったんですよね。 これがね、ちょっと後悔してるんですけども、で、その質問は何かっていうと、トランクルームの該当する場所、その区分けされた場所の営業権がちゃんと私にあるということはどうやったらわかるんですかって、こういう質問をですね、するのをですね、忘れてしまったんですよね。実は過去の投資詐欺というものは大体2種類あるんですよ。一つには、最初から何にもないところに投資してもらうものを作ると。 権利書の偽造とか、まあ、ないところに何か仮想の何かを作り出して、それでお金を儲ける。まあ、そういう方法が一つあります。まあ、これは当然詐欺です。で、二つ目は、一つの独占的な権利を複数人に何十条とすると。二十条と三十条としてお金を集めると。まあ、そういうやり方があります。 例えば昔問題になった、社会問題になった、アグラ牧場の詐欺事件とか、あるいは低等証券詐欺、あるいは有名な話では、小室哲也っていう人がいますけども、その小室哲也っていう人が、自分の楽曲の著作権を二重に譲として、5億円詐欺を働いて、これ有罪になったと。 まあ物自体は確かに存在して、物自体はいろんな人に見せることができるんだけれども、それを独占的にあなただけにお渡ししますということではなくて、複数の人にあなただけのものですから、あなただけのものですから、あなただけのものですからということでお金をじゃんじゃん集める。とでそうやって集めたお金は配当しないといけませんので、お金を集めて配当にどんどん回していく。 表面上はちゃんと投資したものが配当も最初はちょっとあって、あ,あ、ちゃんと回ってるね、ということなんですけども、裏側では一つの原資一つの権利をもう何重にも譲としてお金をどんどん集めて、その集めたお金でまた別の人に配当していると。まあ、詐欺には大きく分けてこの2種類があるかなというふうに思います。反対に、例えばですね、不動産投資っていうのはそういうのは起こらないんですよ。 例えば株式投資、リートの投資なんていうのも、そういうことは仕組みとして起こらないようになっています。まあそれはどうしてかっていうと、例えば不動産の場合には、不動産を買えば法務局っていう国の機関ですね、所有権の登記をして、誰の所有であるかというのは、いつでも公開されているという状況になってますので、あ、この人が持ってるんですねというふうにわかる。 株式であるならば、証券保管振替機構、いわゆる補振りってやつですね。ここの株式のなんとかって名柄のこの100株はあなたのものですよと。この100株はあなたのものですよと。まあ、ちゃんと紐づいているという状況になります。まあ、ごっちゃにならないようになってます。その権利は独占的、排他的になっているということがきちんと担保されているということになります。 だから不動産投資とか株式投資っていうのが世の中で成り立ってる。しかもお金というのは証券会社でちゃんと分別管理、分別保管されている。 証券会社の給料とか、従業員の給料とか、店舗の家賃とかと、ちゃんとごっちゃにならないように、ちゃんと投資家からのお金はここでちゃんと分別管理すると。こういう仕組みなので、株式市場というのが皆さんに信用されている。ところがですね、こういった民間の投資っていうのは、同じ場所の営業権というのを複数人に売却して、複数人からお金を集めて、その中でちょろっとこう配当すると。みたいなことが、 私はそういう感覚は微塵も受けませんでしたけども、まあ、やろうと思えばですね、いつでもできる。まあ、今はちゃんとうまくった的に、こう、ちゃんと運営していたとしてもですね、気分が変わって、気が変わって、明日からは二重30に同じ営業権を売却するということもあるかもしれないと。で過去そうやって様々な事件が起きてきたということもまた事実だと思います。 いやいや、そんなつもりは全くないんです。いうふうに思ったとしても、運営側が思ったとしても、例えばその社長のですね、娘さんが重い病気にかかって、この手術をすれば助かるんだけれども、それには高額な出費が必要だと、取材が必要だということで、一回そういう権利の20条と30条とみたいなことを働いてしまうと、一回手を染めてしまえと、辞めることができなくなってしまう。いうような事件も昔はありました。 でそれから別の事件では、これはいけないことをしている詐欺だと知っている人は、実は社長と経理の責任者の2人しかいなくって、末端の営業社員は、もうそんなこと何にも知らずに、これは間違いのない投資です。無邪気にお金を集めていると。まあ、そういう事件も昔はありましたと。 ま、事件が発覚すると、その営業担当者にこれどういうことなんですかみたいな感じで、投資家が質問をすると、いや、実は私も被害者でよくわからないんですよ。みたいな、そんな感じになるということなんですよね。 こう実際にものがあるという点で、一見ちゃんと運営されているように見えるという点でも実は見破りにくい。分別管理もいつの間にかこうできなくなって、片方で預かった出資金を別の投資家の配当にこう回していくということが、え起こると、いつかですね、これが行き詰まるということなんですね。なんていう話が、古今東西、あるわけなんですよ。 で、そうなっていないということを知るためには、小振りのような制度とか、あるいは不動産だったら不動産登記制度みたいに、分別管理とか、あるいは第三者による登録制度、排他的な登録制度、そういう仕組みがあれば、まあ、間違いないなと。 いうことがわかるんですけども、私残念なことにですね、そこまで尋ねなかったんですよね。そこで本当はこのトランクルームのこの部分、このトランクとこのトランクとこのトランクとこの保管庫は私のものなんですっていうふうに、もういつでも確認できる方法。私だけしかこの営業権はないという方法をですね。そういう質問をすればよかったんですけども、まあ、ついですね、こう質問するのを忘れてしまったと。 いやいや、大丈夫ですって、私を信じてくださいみたいな感じで言う人が、あの、必ずいらっしゃるんですけど、ま、そんな風に私を信じてっていう風に言われたら、大体アウトかな。今回のまとめです。トランクルーム投資の紹介動画を作ってほしいという美味しい企業案件、紹介案件がありましたので、まず私に営業してみてください逆提案をしてそのように営業してもらいました。 私、つい乗せられてしまいましてですね、大事な質問をするのを忘れてしまいました。これが詐欺であるか本当にそうなのか。私にはですね、もう全く詐欺であるとは未人も思えなかった。多分、ちゃんとやってらっしゃるんじゃないかなというふうにしか見えなかったんですけども、これが詐欺かどうかを判断する質問を視聴者様にお伝えをしました。いかがだったでしょうか そしてもう一つ、本編の動画の中には、このような TBS ニュースが作ったスペース社というところがありまして、この部分について、この会社が説明をしているところがありましたので、これはそのまんまお読みをいたします。昨年問題となった貸しトランクルーム事業、スペースによるトランクルーム詐欺、正確にはコンテナ詐欺では、 一つのトランクルームを複数の投資家に賃貸し、賃貸の実態がないことから詐欺となった事案です。弊社では契約書に、ご契約者ごとに部屋番号を記載しており、問題となっている20条と売買契約のようなことが発生しない契約書の内容になっております。 スペースと弊社を同一視するかのような内容であれば明らかに事実誤認ですと書いてありまして、この点についても同一視するような内容は一切ありません。一応申し上げておきます。トランクルーム投資にある2つの仕組みを加えるとより安全でより確実な投資になると。私はこのように指摘をしております。例としてはトランクルームを工場財団として投機をする。それから ビットコインと同じようにブロックチェーン技術というのを用いて権利の保全を図る。こういった方法が挙げられようかと思います。これが実はこの動画の結論になっています。今回は以上です。このチャンネルではリートや不動産指標のことを中心にお伝えをしています。メンバーシップ動画というのをやってまして、これは不動産の実務の話、それからリートの指標、もう少し深く突っ込んでお話をしています。 田中さんと月2回不動産マスターへの道講座というのも開催をしています。サブチャンネルではコメントの質問に答える生放送というのを大体週1回くらいやってます。それから日本一早い米国株市場解説というのを生放送で朝5時から、えー、ニューヨークが閉まる30分前からお送りをしています。 リートは株式市場の影響を受けるいうこともありますので、早起きは三問の得ですよね。これ市場を理解するのに、むちゃくちゃ投資の勉強に役に立つんじゃないかなというふうに思います。あ、それからですね、ぜひ動画のコメントもお願いします。私はいつも楽しみにしています。それではご視聴いただきましてどうもありがとうございました。